ドットネットコア3の、更新内容と紹介みたいなことが書いてありますけど、先ほどお話ししたようにですね、あのスコット・ハンセルマンさんが、ビデオを送ってくれたので、これを流しつつ、お話をしたいと思います。なんかハンセルマンさんのこれ自宅みたいですね。自宅のなんかあの仕事場だって言ってます。仕事場なのに後ろにアーケードゲーム機がありますけどね。長い。まあ、あのドットネットコア3が新たに発表されたので、今までのその環境と何が違うのかで、まあ、それから、まあ、その表面的な部分と、こう内部で行われている、まあ、ランタイムのことですけどね、内部で行われていることとか、まあ、あとデモを交えてその辺の話を、共有したいというふうに言ってます。2019年から2020年にかけて、まあ、この辺りの幅広いプラットフォームを対応したいと考えていると。アプリケーションを作った場合にですね、あの、まあ、一つのその .NET のプログラムでできれば、さまざまなプラットフォームに対応したコードが書けるといいよねと、なんか Nintendo Switch とか書いてありますけどね、まあ、要するに Unity 経由でってことでしょうね。今まではドットネットフレームワーク、まあ、要するに Windows に載っているドットネットフレームワークベースで考えていたので、そのドットネットでコードを書くということは、まあ、イコール Windows のプラットフォームであのアプリケーションを作るということだったんですけど、まあ、ドットネットコアが出て、で、まあ、これはオープンソースで公開されているので、さまざまなプラットフォームに移植可能になったと。で、実際移植されているということで、まあ、このあの環境ベースにさまざまなあの移植可能なコードを書いていけるよねと。コミュニティベースで開発が進んでいるから、まあ、ここに書いてあるような数字のような、まあ、あのたくさんの貢献によって支えられているってことですね。コンパイラーもランタイムも、まあ、オープンソースになっていますよと。で、今回 3.0 が公開されました。で、大きなポイントはまあ4つここに上がっている通りですね。ツイッターでは結構ネタになってますけど、 Windows Phone の技術者がこれで増えるんじゃないだろうかなわけあるかみたいなうん、
ドットネットコア 3.0 っていう文脈で言うとあまりはっきり分かんないんですけど、 C シャープ 8.0 もほぼ同時にリリースされてます。で結構大きく改良が加わっているので、その C シャープ8目当てでこう開発をするっていうのもまあ十分ありかなと思っています。ここに上がってますけど、ヌラブルタイプ、ヌラブル型流れてしまったいや、まあいろいろ改良あります。これ Windows ターミナルっていう、今まだアルファ段階ですけど、新しいターミナルですね。コマンドプロンプトみたいなやつです。私の意見ですが、車のエンジンとかをこうすげ替えたりとか、タイヤをすげ替えたり、まあすげ替えるって変ですけど、変えたりとかオイル交換したりとかいうようなことが自分でできるっていうのはいい世界じゃないかと。まあそれと同じことはまあドットネットの世界でもできるようになりたいよねっていうのがあるんじゃないかなと思う。これは僕の意見ですが思ってます。で普段はビジュアルスタジオという切り口でお話をしてますけど、まあ、ここでちょっ と、コマンドプロンプトからドットネットを触るということについてさらっと、解説をしたいと。今これコマンドプロンプトですね、普通の。隠れちゃって見えてないですけど、ドットネットエグゼというのがプログラムファイルズのドットネットの下の方にあります。でも今まではドットネットフレームワークは C の Windows のマイクロソフトドットネットのフレームワークの下に格納されています。ドットネットフレームワークのコンポーネントは、システムコンポーネントは Windows アップデートによって配布されているんですね。更新とかも行われる。でも、ドットネットコアはまあオープンソースベースなので、そのインストールされて、まあ、自動アップデートされるとですね、その Windows のコンポーネントではなくて独自の位置に格納されますよということを説明しています。でしかも、今までみたいにそのバージョンの入れ違いでですね、変なことになったりとかいうことがなく、フォルダーでバージョンが完全に切り分けられているので、昔のバージョンを使い直すということもインストールさせれば普通に使えるというのが利点ですね。で、ドットネットコマンドというのが作られたんですけど、これが今からデモをやるんですけど、テンプレートで新しいプロジェクトを簡単に作ることができますよと。ドットネットニューコンソールで自分のその作りたいプロジェクト名をハイフンOでつけて作ると、まあこんな感じで作られますと。で中を見ると、CS プロジェクトファイルができてます。それからプログラム CS ファイルが1個だけできてます。中を見るとこんな感じでハローワールドが書かれているというのを一つのコマンドで簡単に作れると。でドットネットランってやると、そうするとコンパイルされて実行されてハローワールドと出る。でもなんかちょっと遅かった、ドットネットランってやったのになんか遅い。でも中で行われているのはリストアコマンドとビルドが行われて、そして最後に走るっていうのをドットネットランってやるだけで実行しているのでちょっと遅いですと。で作られたコンパイルされたファイルを見るとこんな感じに、中にエグゼが格納されているので、これを実行してみます。そうするともう一瞬ですね。コンパイルされていればもう一瞬で実行できます。でまあ、実は本体は DLL と書いてある方が本体でですね、自分の書いたコードは DLL の中に入っています。
なのでドットネットコマンドでこの DLL を指定直接指定すれば Hello World というふうに表示される実行できます。これはあの逆コンパイルツールですね。DNSpy。まあ、ILSpy は知ってる人いるかもしれないですけど、ILSpy と似たようなやつです。で、これで中を見てみる。今、コンパイルされたものの DLL の中ですね。そうすると、言語を、まあ、IL に変えるとですね、ロードストラでハローワールド文字を入れて、で、コールで、システムコンソールライトライン呼び出してるだけ、2行です。だから何かしら特別なことを何かしているわけではなくて、本当にそれだけのコードしかないというのは、この DNSpy で確認してみても分かると。さっきの IL のコードが非常に単純なあの2つの命令だけで実現されてたんですけど、それってあの環境とあんまり関係ないですよねっていう話ですね。でここで今 Windows ターミナルを WSL の Ubuntu の あのターミナルに変えました。これなのであの Bash のシェルで動いています。でこれでさっき Windows 側で .NET コマンドを使ってコンパイルしたファイルを参照します。マイコンソールがありますね。マイコンソールの中に入り、中見て bin のデバッグのネットコアップ 3.0、 この中を見るとマイコンソール DLL ありますね。まあマイコンソールエグゼもありますけど、で Ubuntu バージョンの .NET を入れてるんですけど、それバージョン今確認したら 3.0 の100って出てますね。で念のため .NET コマンド1を確認するとユーザー bin の .NET に入っているので、まあ、Windows とは全然別の世界ということになっています。これちょこっとだけ、補足するとですね、あの Windows サブシステム for Linux で触ってる人います？初めて聞いたって人います？あのこれあの Windows 10で新たに追加された機能なんですけど、Windows 10の上でその、サブシステムとして Linux を動かす。で今は Red Hat と、まあ、セント OS か、セント OS とそれから Ubuntu とあといくつか、ディストリビューションが対応していて、これ、まあ、今見てるのはあの Ubuntu なんですけど、起動するとですね、あのほぼ Ubuntu ですできることも Ubuntu で、でしかも自動的にですね、あのこの、これですね、最初のここ CD で、ディレクトリー移動してますけど、このマウント C、マウントスラマウントスラ C になってますけど、こういうふうにあの Windows 側 の, あのドライブが自動的にこのマウントドライブ の, あのマウントフォルダの下に、マウントされている状態なので、なんだ、MinGW とか MSys とか使われてる方いれば、SIGIN とかですね、あのあたりとまあ同じような感覚で使えて、でも中身はほぼ Ubuntu だと思ってもらっていいです。なので、これの上で、Ubuntu の、インストール手順に従って、.NET の SDK とかをインストールできて、まあ、あの彼はあのそうやってこれ環境を構築しただけで、これはあの別に特別な手順じゃなくて、誰でもあのできます。ので、そうやって環境を構築しているので、ここで使っている .NET コマンドというのは、本当にその Ubuntu 向けの .NET コマンドが動いているので、要するに Windows 側の .NET、ドットネットコアとはまた違うもので動いているということですね。でそれをですね、Ubuntu 側で Windows 側でコンパイルした DLL を今実行したわけです。でハローワールドとちゃんと出てます。ビルドされた DLL の中はコンソールライトラインで文字列ハローワールドというのが指定されているだけだ。だからそれって要するにコンソール
が規定しているものが Windows のコマンドプロンプトなのか Ubuntu のそのシェルの表示なのかによって違うけれども、その違いというのは .NET Core のランタイムが吸収していますよと。で、まあ、皆さん大好きな、Windows フォームのプログラムを .NET Core 3なんでねやってみましょうと。で .NET コマンドにやっぱりテンプレートで WinForms というのがあるので、 .NET New WinForms My WinForms App っていうふうにやると最小のコードが、テンプレートで生成されます。今中見てみるとこんな感じになっていると。でこれをそのまま .NET Run コマンドで実行してみます。そうすると何もないからのウィンドウが出ましたね。こういう Windows Home のアプリケーションこれで動きました。でもちろんですね、これは Ubuntu の方では動かないです。まあちょっと詳しい話はまた後でします。でここで作られて今まさに実行しているエグゼファイルですね、MyWinForms.app.exe はこれまで作ってきた Windows フォームの Visual Studio でビルドして作られる Windows フォームのエグゼと同じなの違うのっていうのはありますね。で、まあ、それをちょっと確かめてみようということで、プロセスエクスプローラーで、この動いているプロセスをちょっと覗き見てみます。これで起動中のプロセスを特定しておいて、そのプロパティを見ますね。でそうするとそのプロセスの上で動いているスレッドの一覧が見れたりするんですけど、これまあ見るとですね、CoreCLR-DLL というDLL が参照されているのが分かります。これがDotNet Core のランタイムのライブラリですね。でも下にあるの名前を見ると、これって Win32 の API の名前なので、まあ、.NET Core のランタイムを使いながら Win32 の API が呼び出されている。今ハンセルマンが持っているのはラズパイなんですけど、ラズパイの上でも .NET Core は動きます。でその時に、動く時のそのランタイムというのは .NET Core であって CoreCLR-DLL ですねの上で動いているんですけれども、要するにその実行環境を支えているものが .NET Core のランタイムで CoreCLR と呼ばれているもので、そこの上に我々が書いたプログラムが動いていますという流れでいくとですね、Windows フォームは、Windows の上でしか動かないです、現状。動かないんですけれども、同じようにランタイムは .NET Core の上で動いている。つまり、今までは .NET フレームワークのランタイムで動いてたものが、.NET Core のランタイムで動くっていうふうに、その動いている、下にあるものが差し替わっているようなイメージですね。っていうふうになって動いているということが分かります。これは先ほど話したように、その自分でその車のエンジンを変えたりとかですね、タイヤを変えたりというのと同じように、こう .NET Core の世界でもその .NET フレームワークから .NET Core に中身をすげ替えることができますよと。でそれによってまあパフォーマンスを上げたりとかですね、いうようなことができるのと同じように、ドットネットコアに乗り換えることによって、ランタイムのパフォーマンスはかなり上がりますということを説明しています。でその延長上の話、これは将来の話ですけど、今のところはドットネットフレームワークがあり、ドットネットコアがあり、ザマに、まあ、裏ではものが動いてますけど、こういうふうに今3つのランタイムがあるものを、将来ドットネット5次のリリースを出すときにはですね、これを一つにまとめたいと考えていると。で、タイムスケジュールは今こんな感じで考えているというのがこれですね。
今ドットネットコア 3.0 が出たばっかりです。ちょっとこれを見てびっくりしたんですけど、ノベンバー2019なのですぐ 3.1 出すのかよみたいな感じなんですけど、 3.1 をロングタイムサポートにしたい、つまり長期的にこうサポートしていくバージョンにしたいというふうに考えている。いや見てない、まだ、確認はしてないけど、多分ねこれ見た時、ちょっとびっくりはしたんだけど、おそらく 3.0 見てみんなの要するにコミュニティの反応とかを見て、で最終的に 3.1 に着地させたいってことじゃないかなというふうに思ってます。なんせならば、3.1 はこの LTS のサポートをしなきゃいけない、要するに数年にわたってサポートをしなきゃいけないんで、そこ着地地点ちょっと誤ると痛いので、多分早めに 3.0 という形で出して、でちょっと様子を見て、2ヶ月ですけど様子を見て、で、LTS のものとしてフィックスするという感じで進めるんじゃないかなと思ってます。で 5.0 がノベンバー2020、6.0 LTS にするつもりらしいですけど、2021年1年ごとにリリースですね、大きなリリースをするつもりなんです。でドットネットサイトに行くとですね、こういうふうにもう簡単にダウンロードしてインストールすることができるので、皆さん試してみてくださいと。それと同時に、学習用 のビデオもたくさん公開されていますと。ちょっと日本ですとね、なかなか英語だと聞き取れないっていう人多いと思うんで、そこのところはちょっと難しいものあるかもしれないですけども、英語ということで言えばですね、山のように上がってます。これは公式なものですけど、公式以外にでもですね、 3.0 リリースされてからめちゃめちゃビデオが上がっているので、それこそ山のように参照できるリソースがあるので、そういうのを参考にしてくださいということですね。ということで、このビデオはちょっと内容的に深い話ではなくてオーバービューみたいな話なんですけれども、一応ハンセルマンがなんか自分の家でやってるってことは完全になんか休日に撮ったみたいな感じかなと思ってるんですけど、送っていただいたんでこの場で発表させていただきましたと。はい、で、この後に向かう前に、なんかちょっと今のビデオを見ててここがみたいなのって何かありましたか？もう一度ちょっと確認したいみたいなのがありますかね。これ今のところは公開されてないビデオなんで、ちょっとこの後でゆっくり見たいと思っても皆さんちょっと参照できないんですけど、どうですか、何か聞きたいこととかありますか？はい、はい、ですね、結論から言うとそうなんですけど、その理由は多分想像しているのとは違っていて、どういうことかというとですね、ドットネットコアの世界だとターゲットプラットフォームが違うっていうのは分かりますか？今まではドットネットフレームワーク 4.0 とか 4.5 とか、極端なこと言うと 2.0 とかいうふうな感じでバージョン指定したりしてたと思うんですけど、ドットネットコアの世界ってネットコアアップ 1.0 とか 2.0 とか、あるいはドットネットスタンダードに準拠するのはネットスタンダード 1.0 とか 2.0 とかいうのはあると思うんですけど、そういう文脈で言うならドットネットコアで動かすためにはネットコアアップ 3.0 じゃないといけないです。はい、そうです。で、例えばですけど、今まで使ってたその WinForms のプログラムがあるとするじゃないですか、ソースコードがある手元に、それを、ターゲットプラットフォームをネットコアアップ 3.0 に変えて再コンパイルすると、動くみたいな感じですね。ただ、外部コンポーネントとかに依存してると、例えば某なんかブドウの国のコンポーネントとかですねだとそれらのコンポーネントはネット45とかネット40をターゲットにしているはずなので、そのままではロードできないです。だからこれでドットネットコア 3.0 出たんで、これからそっち向けに
あのコンパイルされたバイナリーもあのおそらく彼らリリースしてくると思うんで、まあ、そうなった暁には使えるようになるかもみたいなところはあります。カモというのはですね、あの下の方の低レベルのレイヤーで、ネイティブバイナリーとかに依存しているとちょっと移植は非常に困難になってしまうので、そういうの依存なく .NET の世界だけで閉じてるんだったら基本的には、再コンパイルすればあの動くようになるはずなので、まあ、あのそれでリリースされればあのいけるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。いいですかね。コンパイルするときの DLL は、はい、GAC から抜けて、ですね、ヌゲットからになります。なので、.NET Core は、GAC あの学は見ないですね。あのグローバルアセンブリキャッシャー参照しないです。まあ、そこにあるものも結局ネット4号とかのバイナリーなんでどちらにしろ使えないので、あのそういうことになります。はい、まあ、なんかちょっと面白い話で、あのハンセルマンもさっき少し言ってましたけど、あの IL のレベルでは一緒でもそこをマークされてるターゲットプラットフォームがネット4号だと動かないんですよね。なのでなんかツイッターでこの間つわものの人のツイートをちらっと見た感じではバイナリーであのバイナリーをいじるセシルっていうライブラリがあるんですけど、あれを使ってターゲットプラットフォームをネット4号から無理やりネットスタンダードに変えてどうのこうのみたいなことを言ってる人もいたので、まあ動く、運が良ければ動く、なぜならば IL のレベルではほぼ変わらないからということが答えになります。はい、あといいですか？特にないですか？じゃあ、あのですね、今の話をもとにですね、ちょっとあの再現をしたいかなと思っています。再現というのはですね、.NET Core を実際に今ハンセルマンがデモでやってみせたようなことと同じことをこの場で実際にやってみてですね、ちゃんといけるよねみたいなのを確認しようかなと、そういう話ですね。ちょっと字がちっちゃい、こう違う、こうお休みたいな、あれなんか違うことやってしまった、こうか、あこう、はい、今ちょっと適当なディレクトリに来ました。ここでですね、これ今あの Windows のコマンドプロンプトですね。ちょっと私あのこの端末に Windows ターミナルを入れてないんで、ちょっとハンセルマンと全く同じ環境じゃないですけど、まあ見ての通りただのコマンドプロンプトだってことが分かります。で .NET フル、じゃあ .NET Core の SDK をダウンロードしてきてインストールするとですね、そうすると .NET コマンドが使えるようになります。こんな感じでね、 .NET でこれで、バージョンとやると 3.0.100 と出てるんで、最新のその .NET Core、SDK 3.0 っていうことが分かります。ここから、さっきと同じようなことやってみましょうかね、.NET の New、New ってやると新しい、プログラムのテンプレートあプログラムをテンプレートから作ると。で、種類を入れなきゃいけないです。ちょっとヘルプを変えてくるのか変えてこないぞ、変えてこないですなぜだ、こうか、あ出た、しかしちょっと小さすぎてダメだったか。これで見ての通り、テンプレート、フルの名前はこっちにあるんですけど、ショートネームで指定すると。で、デモではまあコンソールアプリを作ってましたね。で、コンソールという名前を指定すると、コンソールアプリの最小のものを作ってくれます。ハローワールド的なものを作ってくれます。この他にまあ WPF とかですね、WinForms とか、まあ、あのいろいろあるわけですね。まあ、ここでは、先ほどの あのデモに習って、.NET new console で my console と入れますね。そうすると、my console の、プロジェクトを、サブフォルダーに作ってくれます。
ああ、よかった。なんかヌゲットのダウンロードが大量に行われるとですね、線が細すぎて終わらないんで、事前にやっといたんですけど、なんか今帰ってこなかったんで一瞬焦ったんですけど大丈夫です。はい、できました。こんな感じですね。マイコンソール CS プロジェクトとプログラム CS がありますね。ちなみにですね、マイコンソール CS プロジェクトを見るとこんな感じですね。これドットネットフレームワークの旧形式の MS ビルドプロジェクトだと、もっとなんかいろいろワンサと書いてあったと思うんですけど、新しい形式だとこんな風にすごくシンプルです。こんだけです。で、まあ最初の行はまあちょっとこれは決まり文句なのでこういう風に書くみたいに思ってください。あとプロパティグループにアウトプットの形式がエグゼで、ターゲットのフレームワーク、これは先ほど質問で話をしていた、どのターゲットに向けて作るかってやつなんですけど、これはネットコアアップ 3.0 と指定されてますね。はい、こんな感じになってます。で、あと、プログラム CS の中も確認すると、まあハローワールドですね。まあ細かく見ないですというような単純なプログラムがここに作られているので、これをそのままビルドして実行するにはドットネットランと、そうすると今ビルドしています。そして実行してハローワールドって出る。今見てもらった通り、なんか5秒ぐらいかかってるのは、なんかこれ遅いんじゃないのっていうのを自分で突っ込み入れてましたけど、実際にはビルドが走ってから実行しているので遅い。で、作られているのが bin ディレクトリのデバッグ、ネットコアアップ 3.0 の下にビルドされたプログラムが出来上がっています。このマイコンソールエグゼを直接実行すると一瞬で終わりますね。ハローワールド。まあ、これでもやった通りで、だからドットネットコアが遅いわけじゃなくて、あれはビルドが走ってるから遅いんですよと、そういう話ですね。で、それからもう一つ確認したかったのが、これマイコンソールエグゼとマイコンソール DLL というのができています。そしてビデオ流してた時にちらっと言いましたけど、DLL の方が本体で、こちらにプログラムが入っているので、それを DLL を実行するにはドットネットコマンドで、そのまま何も入れずにファイル名を直接入れます。マイコンソール DLL というふうに入れると、そうすると DLL だけで実行できます。この時エグゼは使ってないですね。じゃあこのエグゼ、160キロバイトぐらいありますけど、これ何かっていうと、ここの中に、スタートアップコード、要するにドットネットのランタイム、ドットネットコアのランタイムを初期化して、でマイコンソール DLL を読み込んで実行するみたいな最小のコードが入っています。なので、まあ、実は、まあ、ぶっちゃけ言えば、なんかこのエグゼファイルは実はいらないっていう話ですね。で、これ重要なことで、なんか2つに分かれてるのは、なんか我々今までドットネットフレームワークで作ってきた人たちから見ると、単一のエグゼにならないのみたいなのはあるんですけど、割と重要な話で、なぜかというとですね、これが、Ubuntu とかの Linux の世界に行くと、 Linux の方ってエグゼを解釈しないですね。また別の PE フォーマットではなくって、ELF フォーマットという別の形式でバイナリーが実現されているので、そもそもなんかエグゼである必要はなかったんですよ。で、ものは、エグゼであってもちゃんとロードして実行するみたいに作られていたんですが、これがまあドットネットコアになったことで、もうエグゼはもう単なるその DLL を起動するためだけのものにして、で本体はまあ全部 DLL でやりましょうみたいな流れになったようです。のでこういうふうに2つに分かれているし、Ubuntu というか Linux の方ではこの DLL しかいらないです、実行するので。それをハンセルマンはさっきデモしてたんですね。でですね、確かあんまり WSL を僕使わないんで、環境がいちいち心配なんですけど、一応昨日やったからいけるはずだと思ってるんですけど、これ WSL の Ubuntu の画面ですね。 Ubuntu のシェルです。で、さっきもちらっと言いましたが、マウント、マウントの下に、Windows のドライブが、そのドライブ名で自動的にマウントされているので、今回は E ドライブ
に入っているので、ここの下を追いかけていきます。マイコンソールプログラムですね。 これさっきのもうさっき作ったばかりのフォルダです。エビンのデバッグ、ネットコアアップ 3.0。 これ今ここに存在するファイルというのは、Windows の世界でビルドしたものですね。だからエグゼもありますけど、ここでですね、フィッチだったっけ、ドネット、そうですね、ドットネットコマンド、これ Ubuntu の世界ですけど、ドットネットコマンドの位置を確認しておくとユーザービンのドットネットに入っていますと。でじゃあ、Ubuntu の世界で Windows の世界でコンパイルされたマイコンソール DLL を実行します。そうするとハローワールドとちゃんと出ますね。なので、まとめると、このマイコンソール DLL だけを持っていれば Windows 上でも Linux 上でも、プログラムが動きますと。まあ、実際そんな簡単な話じゃないですけども、今書いたのはまあコンソールライトラインという API を使っているだけなので、まあこういうふうにどっちでも全く同じコードで動きますというのが実現するわけです。はい、で Ubuntu の方も確認できたので、次に Windows の方に戻ってですね、何時までだっけ、5分前に何か言ってほしい、じゃあ今度あれもメイクディアじゃない、じゃあ今度は、Windows フォームやってみましょう。 .net new の winforms という名前でした。で、出力先のフォルダを mywinforms というふうにしますね。なんか赤いぞ。Make changes in existing files. Override. なんか昨日作ったファイルが残っているのかな。ちょっと消しときますかね。My WinForms。よいしょ。あ、消えたかな。はい、失礼しました。ちょっともう一回やりますね。これいいかな。はい、これで作られましたね。じゃあ中身見てみます。MyWinForms の中に Form1CS と Form1DesignerCS、 なんか懐かしい感じですけど、から、MyWinForms.cs プロジェクト、プログラム CS があります。で、ちょっと、CS プロジェだけ中身を確認しましょう。MyWinForms.cs プロジェクト。CS プロジェクト、こんな感じになってますね。で、ドットネットコア 3.0 の目玉の一つの Windows Forms と WPF のプログラムは、ちょっと SDK のこの使う SDK の何て言ってるのか読んでるのか分かんないですけど、ターゲット SDK と言っていいのかな、なんかそれが違うんですね。普通のドットネットコアはマイクロソフトドットネット SDK なんですけど、マイクロソフトドットネット SDK Windows デスクトップというのがついてますね。これを使わないといけないらしいです。それから、アウトプットタイプがなんか WinExe になってますけど、これはな、まあ、Windows の その、あの実行ファイルを生成する、要するに、.NET Core、Linux とかの互換性が必要ないので、もう完全にWindows のバイナリを生成するみたいな感じの指定になります。で、ターゲットフレームワークは当然 Net Core App 3.0、これはもうどうしようもないですね。で、あと、Windows フォームを使う場合は、Use Windows Forms という、タグを True にしておきます。で、これ WPF だと、Use WPF だとかな。Use WPF True。まあ、これもテンプレートあるんで、テンプレートで生成してみれば、正しい指定の仕方が分かるはずです。まあ、こんな感じになっていると。でですね、じゃあ、.NET Run で実行してみますね。はい、とウィンドウが出ました。まあなんかあっさりしてますけど、
フォーム1と書いてありますね。でこれが、Win フォーム、Windows フォームの、何もないのでさっぱり分かりませんが、こういう Windows フォームのプログラムですと。で念のためこれを確認したいので、プロセスエクスプローラーで中身を見る。これが、ちょっとこれだと探しにくいかな。あ、これで探していくか。よいしょ。あ、これですね。MyWinFormsExe。これですね。で、これの中を、プロパティを開いて、見てみると、現在のスレッドの、スタックの先頭が何になってるかみたいなのがここで見れるんですけど、こうやって見ると、ここにありますね、CoreCLRDLL というのがあります。なので、これはDotNet Core のランタイムで動いているということが分かります。で、それの他に、GDI プラス DLL とかですね、それから NTDLL とかあるので、低レベルではまあ間違いなく Win32 の API が呼び出されているということが分かる。つまり、今までのその .NET フレームワークで Windows フォームのアプリケーションを作るとこうではない。こうではなくって、なんだっけな、コアじゃない、CLR、あたり MS コア EE だったかな。なんか、ランタイムの DLL が違います。なので、それプラス Windows Win32 の API で動いている。で、.NET Core の世界でビルドして実行すると、CoreCLR という新しいランタイムの上で動いているというような違いがある。つまり、ランタイムの種類が違っているというのがこれで分かります。本当かって思うかもしれないので、ここでハンセルマンがデモをしなかったことをちょっとやろうかなと思います。それはですね、これはビジュアルスタジオコードですね。ここで、めんどくさいから開いただけです。別に必要なわけではないです。これは CS プロジェクトファイル、さっき見たやつですけど、ここにターゲットフレームワークで、ネットコアアップ 3.0 というふうに書いてあるんですが、これをですね、ターゲットフレームワークスというふうに複数形にします。これね、最初からターゲットフレームワークスでよかったんじゃないのとか思うんですけど、まあ、後から追加された機能なんで仕方がないですね。ここに、ネット4号とセミコロンで区切って指定します。これ、.NET フレームワーク 4.5 向けに、ビルドする。かつ、ネットコアアップ 3.0 向けにビルドする。それ合成されるわけじゃなくて、別々に違うバイナリーをターゲットプラットフォームごとに生成するという意味です。で、これはネット4号の方は、上のアウトプットタイプが WinExe でサポートしてないので、まあ、これは仕方がないので、Exe にしておきます。まあ、こんな感じにするとですね、実は、.NET Core のそのビルドシステムの上で、.NET フレームワーク 4.5 対応のバイナリーをビルドすることができます。これね、あんまり歌ってる人いないんでね、なんか、いつか人に話をしたいけど、なんか、本当にいいんかなみたいな、動くけどみたいな、ちょっと自信はない感じなんですけど、やってみると動きます。で、今、こう戻ってきたので、ここで .NET ビルドで、ちょっと明示的にビルドしてみますね。あ、なんか出た。あ、そう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 。あ、ちょうどいい例が出ましたね。ちょっとややびっくりした。これね、今出たエラーは、アプリケーションクラスにセット、あとはありがとうございます。アプリケーションクラスにセットハイ DPI モードっていうメソッドがないよって言ってるんですね。これ、こっちに、コードの方に戻ると、プログラム CS の方を見るとですね、これですね。赤線引いてあるのはあれですけど、このセットハイ DPI モードって、まあ、名前で想像できる人いるかもしれないですけど、まあ、ちょっと機能は置いといて、これ、ネットコアアップ 3.0 にしかないんですよ。要するに、.NET フレームワーク 4.5、最新は 4.8 ですけど、いずれにもないです。もう、要するに向こうの世界ではもう使えないです。そこでですね、これを切り分けるために、if で
切ります、ネット4号ではないとき、エンドイフみたいに書くとですね、ビルドするときにネットネットドットネットフレームワーク 4.5 向けにビルドするときはこのネット4号というシンボルが定義されるんで、こういうふうに除外しておくと、そうするとまあ無難にビルドできるようになります。こうしといてもう一度ビルドしますね。あ、行きましたね。で、ここをよく見るとMyWinForms って書いてあるところに2つのパスが出てると思います。1つは NetCoAP 3.0 の MyWindowsWinForms DLL、 もう1つは Net4 号の MyWinForms Exe。 なんかExe だと親近感が湧きますねみたいなで、じゃあ見てみましょう。さ、先ほどはネットコアアップ 3.0 しかなかったんですけど、ここに、ちょっと画面見にくくて申し訳ないんですけど、ネット4号というのも新たにできてますね。まあ、先にネットコアアップ 3.0 の方を見てみましょう。まあ、いつも通りExe と DLL とできています。この MyWinForms Exe を起動すると、こんな感じで、WinForm のアプリが起動しますね。で、次に、ネット4号の方を見てみますね。こっちにも MyWinForms Exe ありますね。なのでこれ起動します。そうすると変わらず、Windows Home の画面が起動しますね。どうなんだと、細かいことを注目していただけるといいなと思うんですが、なんか Windows Home のアイコンが、これは 見慣れた感じですよね。なんかよくわかんない、なんか赤と黄色と、青とのなんか変なアイコン変なアイコンこれは今まで使ってたドットネットフレームワークのアイコンですね、そのものですね。なんですが、ここはアップ 3.0 の方を起動するとですね、違いますね。アイコンがなんかちょっと渋い感じになってますね。で、先ほどネットコアアップの方のバイナリーを見たんですけど、最後に確認しておきましょうか。ネット4号の MyWinForms を起動して、プロセスエクスプローラーでこの MyWinForms の中を見てみます。そうすると、CLRDLL っていうのがありますね。これがドットネットフレームワークのランタイムのライブラリですね。だからさっきとの違いは、さっきは CoreCLRDLL が動いてました。今はこれドットネットフレームワークの方は CLRDLL が動いています。ということで、読み込まれているランタイムが違っているけど、その上で動いている我々が書いたプログラムについては、まあ一応違うバイナリー出てますけれども、基本的には同じものからコンパイルされて生成されたものが動いていると。で、裏で動いているのは Win32 の API 経由で、画面が出たりとかですね、なんかファイルに入出力したりというようなことが実現されているというのが、まあこれで分かります。まあ、この辺の話を多分ハンセルマンさんは、まあこうあんだけ説明すれば分かるやろみたいな感じで言われたんだと思うんですけども、まあ、こういうような違いがある。つまり今までなんか、WinForm とか WPF がドットネットコアで動くのみたいな話を真に受けちゃった人は、じゃあ Linux でも動くのみたいな話を直感的に思ってしまったかもしれないですけども、からくりとしてはこういうことです。なので結論としては動かないということが、これで理解できたかなというふうに思います。逆に言えば、今 Windows Form とか WPF にこの .NET Core 向けに提供されているライブラリが、つつがなく漏れなく、マルチプラットフォーム対応すれば、全ての環境で動くようになる可能性はあるという話ですね。ちなみにもうちょっとだけ言うと、Mono は、Windows Form だけは移植しています。なので実は Mono でビルドして Mono で動かすとですね、Windows Form のプログラムは動きます。単純なものである。
圧力を感じる。はい、ということでですね、まあちょっとハンセルマンさん の話からもとに、実際にほんまかいなみたいな感じで実演してみた感じです。ここまでの説明の部分は、ドットネットコア 3.0 のサイトから、SDK ダウンロードしてインストールするだけでできますので皆さんぜひ試してください。なんか細かいこといろいろ調整とかインストールの後の作業とかしなきゃいけないんじゃないのって皆さん思うかもしれないですけど、そういうことはないです。大丈夫です。そうそう、はい、ということで以上で、終わりたいと思います。ありがとうございました。怖っ。